あまりはあんまりだまあ自民党のね甘利さんが自分の犯罪を棚に上げてですねまた余計なこと言ってますよねあの少子高齢化対策とかねあのもう口出すなって話なんですよだって30年後に自分は生きていないことを前提にあともうちょっとやりくりしようかなとぐらいしか思ってないわけじゃないですか、うん、だからねやっぱり30年後もこの社会に生きている人が30年後のことを考えれば それが失敗しても、自分自身で選択したことに自分自身で責任を取るわけなんで、まさに自己責任で、自民党の好きな自己責任が成り立つわけじゃないですか。今はね、自己責任論じゃなくて、なんか知んないけど、あの、高齢者世代が危ない橋を渡る、その月を若者世代に押し付けてるだけで、増税とかね、なんか消費税増税だとか言ってますけども、消費税増税すると、それこそね、 もうご年齢を重ねた方、70代、80代の方は、この先、10年、20年、消費税の増税払えば終わりですけども、今、10歳の方とかね、20代の方って、これから50年、60年、消費税払うわけですよ。どんだけ重税なんだってことですよ。だから瞬間的なパーセンテージで見るんじゃなくて、生涯税金にいくらぶち込まれるのかってことを考えたら、昭和に生まれた人って人生の半分を消費税なんて払わずに生きてきたわけじゃないですか。まあ、無責任な発言してるなと思いますよ。 これはね、昔々戦争が起きてた時代に、あの、この国の将来のためには特攻隊が必要だとか言ってね、若者を煽って特攻隊生かして、自分たちはどう転んでも飛行機に乗って突っ込まないわけじゃないですか。で、安全なところからね、自分たちの理屈を若者に押し付けて、若者に犠牲を強いただけの、そんな旧世代の、なんかね、名残じゃないかなと思うんですよ。まさにこのまりさんなんて、同じ世代が特攻に行ってるわけでしょ その人たちが将来を頼むとか言って、頼まれた将来これですかって話ですよ。それは特攻隊もね、戦争でお亡くなりになったことも浮かばれないですよ。ちょっと恥ずかしいと思わないですかね、生きながられてることはね。いや、こういうふうにね、私はね、この甘利さんの発言とか、本当に、もう万事に値すると思いますよ、こんなこと。平々のうのんと言えるっていうのは。もう早く退場してほしいですね。怒りしか出ないですね、この人はね。まあ、甘い、本当に。名前の通り、甘い、この人は。甘い利益に群がってるから甘利なんていうね、名前がついちゃうんだろう。 他の甘利さんという方には申し訳ないんですけどねそれもこれも甘利さんが余計なことばっかりやってるから全国のまりという名字の人に迷惑がかかっていると思っていただきたいかなと思いますあまりはあんまりだあまりはあんまりだ